笑いふ男はアメリカで作られたサイレント映画。原作はビクトル・ユーゴーの小説、笑う男でドイツ表現主義のパウル・レニが監督した。ノートロダムのセムシ男に似た恋愛映画だが主人公グーイン・プレンの怪奇な風貌からホラー映画に分類されることが多い。評論家のロジャー・イーバートは笑いふ男はメロドラマであるが時として剣劇映画になり、 表現主義的な陰鬱さに浸されて、ホラー映画のようにもなると評している。1927年4月に完成していたが、その後、ウィリアム・フォックスが導入した、ムービートーンを使って、効果音や音楽、さらにウォルター・ハーシュ、ルーポラック、エルノラペイ作の主題歌、ウェン・ラブ・カムズ・スティーリングを追加し、トーキーとして1928年4月に公開された。なお、 笑い夫男という表記は初公開時の表記で、近年は笑う男と表記されている。17世紀のイングランド、ジェームズ2世は、邪悪な同家主バーキルフェドロの口車に乗って、性的クランチャーリー卿を鉄の処女で処刑し、卿の幼い息子グーインプレンの顔に、外下下手術によって永遠の笑いを刻みつける。雪の中に捨てられたグーインプレンは、 女の赤ちゃんを抱いたまま死んでいた母親を発見。グーインプレンは赤ちゃんを抱いてさまよい歩き、やがて、ウルシスという男に拾われる。女の子デアは盲目であることがわかる。成長したグーインプレンは、見せ物、笑い男となり、ウルシス、デアと旅を続けている。グーインプレンとデアは愛し合っている。そこに、グーインプレンの出生の秘密を知るバーキルフェドロや、 グーインプレンを誘惑する女公爵女子アナが現れ、ユニバーサルピクチャーズはビクトル・ユーゴー原作のノートルダム・ド・パリの映画化の成功を受けて主演したロン・チェーニーの次回作を熱望した。オペラザの怪人の映画化が提案されたが、ユニバーサルの重役たちが拒否、代わりにユーゴーの笑う男が持ち上がった。原作が出版されたのは1869年だが、 イギリスとフランスでは不評で成功しなかった。とはいえ、1908年にフランスのパテで、1921年にオーストリアのオリンピックフィルム社で二度映画化されていた。チェーニーと契約したにもかかわらず、制作は始まらなかった。理由は、フランスのスタジオソシエテ・ゼネロレイでフィルムズから映画権を取得できなかったからである。契約は変更され、 代わりに作られたのが、オペラの怪人だった。オペラの怪人成功の後、ユニバーサルの社長カール・レムリーは再び、笑う、男の映画化に向けて動き始めた。レムには、裏町の回廊洞が、国際的に評価されたパウル・レニ監督をハリウッドに、招き、まず、猫とカナリアを取らせた。さらに、裏町の回廊洞でレニと組んだ、コンラートファイトを、 チャイニーの代わりに主演させることにした。ファイトはカリンガリ博士に出演したことでも知られていた。一方、デア役はオペラの怪人でチャイニーの相手役を務めたメアリー・フィルビンを起用した。美術には猫とカナリアでレニーと組んだチャールズ・ディホール。グーインプレンのメイクを担当したのはジャック・ピアース。ユニバーサルはこの映画に当時としては破格の100万ドル以上を投じた。 サイレント映画の上映では、通常、劇場で音楽の伴奏がつけられる。ピアノだけの場合もあるし、オーケストラの場合もあるし、劇場によってバラバラだった。フォトプレイヤーやシアターオルガンが開発され、1900年から1930年にかけて劇場に設置され、ピアニストやオーケストラの仕事を奪っていったが、設置されていなかったり、水準に達しないところもあった。 1920年代後半になると、メジャーの映画会社は録音した音楽を映画と共に供給し、絵と音をシンクロさせることに方針を変えた。笑いふ男はサイレント映画として公開されたが、最初の上映の成功を受けて、上映を一旦休止し、効果音と音楽、さらに主題歌もつけて、改めて公開した。それには、ムービートーンのサウンドオンフィルム方式を使用した。 レニは、ホラー映画で使う悲鳴やきしむ音を採用しなかった。主題歌、ウェン・ラブ・カムズ・スティー・リングは、エルヌ・ラッペイが、ダグラス・フェアバンクスの、ロビン・フットのために作ったインストゥルメンタル曲に、ウォルター・ハーシュとルー・ポラックが歌詞をつけたものである。それ以外の曲は、ウィリアム・アクスと、サム・ペリー、それに、ラペイの曲、及び、後に、恐怖状で再使用されることになる。 グスターベ・ボークの曲が使われた。最初の公開から長く見ることができなかったが、1960年代にアメリカンフィルムインスティチュートからアメリカ議会図書館に寄付され、1969年のニューヨーク映画祭で同じような境遇にあった22作品と一緒に上映された。1998年にはピーター・ボグダノビッチ監督が テルライド映画祭で上映したものの、それ以降は、キノインターナショナルとシナテカディボローニャが二つのアメリカ版と一つのイタリア版から復元するまで見ることができなかった。テストア版は2003年にキノインターナショナルからリリースされた。当初、カンバシー評価は得られなかった。一部の非評価は、暗いテーマを嫌い、また、舞台がドイツ風で17世紀のイギリスに見合いと不満を漏らした。 特に批判的だったのが、ポール・ロサで、その著書、ザ・フィルム・ティルナウの中でこの映画のことを、映画技法の稚拙な模倣とこきを下ろした。近年になって、作品の評価は高まっている。映画評論家のロジャー・イー・バートは、ドイツ表現主義のサイレント映画の最後の宝と四つ、星をつけ、レナード・マルティンも、目が眩むようと高く評価している。笑い夫男は、後のユニバーサルホラーに、 大きな影響を与えている。実際、メイクアップのピアースは、フランケンシュタイン、狼男など多くの作品で仕事をしている。美術のホールも同様だ。バットマンのキャラクターであるジョーカーとの類似もよく指摘される。2005年に出版されたグラフィックノベルのタイトルは、バットマン、ザ・マンフー・ラフズだった。ありがとうございます。